皆さんこんにちは。この動画はある成人女性が深夜に焼肉とビールで優勝する動画である。そう、彼女はストレスが溜まっているのである。人間関係疲れた。みんなは最近どう？これはストレス発散のための愉快痴快コメディドラマである。今日の動画はハプニングが多すぎて編集大変でした。動画を10分以上にするためにオープニングを無理やり長めにさせていただいています。もう少し我慢していてくださいね。 Sorry。 この物語はノンフィクションです。それではお楽しみください。よろしくお願いします。今日もお疲れ様です。もう鉄板やちます。めちゃくちゃお腹が空いてて、どうしても油を摂取したいなと思って、もう今日は一人でがっつり焼肉をやっちゃいます。きえー、楽しみ。もう最近の食欲半端じゃないから、とりあえずもう肉をめちゃくちゃ買ってきました。食べまくりたいと思います。食べたい時に食べたいものを食べる。じゃあね、まずはね、もうタンですよ。こんな大きいよ、タン。おー、めっちゃ美味しそう。うわ、早く食べたい。もう焼肉最高なんだけど。うわ、まあ、待って、ちょっと今日はテンション高い。あ、ビールつぐの忘れてた。やばい、ちょっと待って。あ、いや、とりあえず、あ、やばい、もう焼肉はビールでしょ。あ、やばい、忘れてもうた。ちょっと待ってて、タン。じゃあビール、ついでいきます。銘柄はね、いつもいろいろなんですけど、あ、やばい、今日はキリンラガービールね。今日もお疲れ様です。乾杯。いただきます。あー、うわ、美味しそう。あ、タレのお皿忘れた。よし。あ、待って、パンだからレモンか。レモンだ。あ、待って、箸が消えた。怖い。もう怖い自分。さっぱりといただきます。レモンかけて、いただきます。レモンがたっぷりかかった。いただきだ。焼肉の生だれじゃん。やっぱタレはね、ちょっと甘い方が好きなんですよね。ここで白いご飯登場させていただきますね。のせていただきます。こんな、いっちゃ幸せよ。英語の牛を買いましたので、そちらをちょっとね、焼いていきたいと思いますよ。元気に仲良く整列しています。どうですか？美味しいです。ありがとうございます。これはどのくらい焼いたらいいんでしょうか？わかんない。熱くなってきた。ビール飲むぞ。もうこちらですよ。カリッカリに、カリッカリのジューシーに仕上がっております。ジュー、このお肉をのタレにつけて、めっちゃたっぷりつけてね、ご飯にドンよ。これ美味しそうでしょ。もう間違いなく美味しいもんね。このタレがついたご飯が美味しいんだよな。また羨ましいでしょこれ。ちょっと夜中見てるそこのあなた、私だったら羨ましいなって思う。もうね、でもね、食べたいと、あ、もう、あ、何これ、どうしたの？じゃあ、もうご飯とね、お肉、もう、最高。もうこれサムネでもいいや。しないかもしれない。いただきまーす。
やった！美味しいもん食べてるときが一番幸せ。ビールもいただきます。で、おかわり。はい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 。ちょっと罪深いことをさせていただきますよ。2杯目いただきます。お肉にバターを乗っけてきました。これタレをたっぷり絡めてね、バターと一緒にね食べちゃいたいと思います。醤油だな、このバター醤油ご飯ね、絶対美味しいやつ。いただきます。うんうんうん、ありがてえ母ちゃん。もう2杯目食べちゃった。皆さんどうでしょうか、体は温まってきてますでしょうか。3杯目私はご飯をいただきたいと思います。3杯目はねお茶漬けで、もうお茶漬けは飲み物だからね、サラサラいっていきます。うわー、うーん、これはわさび茶漬けです。おいしい、辛っ。うわー、わさび大好き。このツーンとくるのがいいんだよな。辛い、おいしい。声引く。一番好きなね、ご飯の食べ方はね、卵かけご飯かお茶漬けなんですよね。おいしい。3杯食べちゃったご飯。お肉よりもご飯食べてんな、今日。ビールも残りあと少し。あー、最高でございました。まだまだ食べます。こんなのまだまだ。こんなのまだまだ。まだまだちょっと始まったばっかりですよ。ということで本日の特大イベントでございます。じゃじゃーん、この分厚いステーキをね一人でペロリと平らげちゃうよ。行ってこい。うわー、分厚いからね、よーくよーく焼いていきますよ。わさびと塩とかで食べようかな。すごくない？こんな分厚い、こんなでっかいお肉を食べますよ、一人で。すごいすごいすごい、なんかもうチキン、すごいすごい、なんかもうチキンみたいになってる。外カリッカリでめっちゃ美味しそう。美味しそうよ。ほら、こんなテリッてるよ。わさびをつけてね、いただきたいと思います。ちょっとだけね、結構つけちゃった。いただきます。はっ、うん、うまい、おいしい。はい、ということでごちそうさまでした。いっぱい食べてめちゃくちゃ幸せでございました。この動画を最後まで見てくださったそこのあなた、もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。で、SNS もやってます。 Twitter と Instagram フォローしていただけたらめちゃくちゃ嬉しいです。今日はもう一人焼肉、めちゃくちゃ幸せな時間でした。ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。